ようこそおいでくださいました。改めて ご紹介申し上げます。小柳ルミ子さんです。こんばんは。僕はね、この瀬戸の花嫁が大好きなんです。ありがとうございます。もうこんないい歌ないなと思うぐらいね、好きなんですよ。でまたこの瀬戸内海のところへ来てこれが歌えるというのはもう本当に夢みたいなことでございましてね。しかしこれを歌ってた頃と、はい、今とはその歌う気持ちというのがだいぶ変わってきたんじゃないでしょうか。変わりました、ね、当時は、はい、これ17年前の歌なんですけど。なるほど。自分の歌っていう気がしてたんですが、今は、うんうん、もう皆さんの歌になっちゃったっていう。それはそうですね、はい。まあ、あの頃は本当に、美しい可愛いお嬢さんでしたね。今は可愛くないですか。いやいやいや、そんなことないですよ。美しい時代を経て今は色っぽくなったと言った方がいいんじゃないでしょうかね。嬉しいな、女の魅力ブンブンという感じでございますけどこれからはどんな風にしていきたいという何か、そうですね、思ってらっしゃることありますか。私はとても欲張りだから。欲張りですか。もう歌って踊ってお芝居して、そして可愛く美しく色っぽくありたいな。いや、いいですね。例えば、はい、マリリン・モンローのような。お、マリリン・モンロー、懐かしい言葉、名前が出てまいりましたけども。もう私大好きでね、はい、昔からいろいろ調べて、いつか彼女を演じてみたいと思ってるんです。今日は何かそういうことをやっていただけるんですか。はい、今の若い人たちは、はい、モンローがどんな女優だったかご存知ない方も、ね、いらっしゃると思うので、この世を去ったのは何年前になりますか。もう27年前。はい、それじゃあ若い人たちは知らないかもしれませんね、はい。そこで、はい、私がモンローを歌い演じてみたいと思います。なるほど。わざわざ加山雄三師匠のためにやってくださるわけですね。はい、それではマリリン・モンローの物語でございます。どうぞごゆっくりご覧いただきたいと思います。どうぞ。